put their hot shot on ice. Also good to go. はい、こんにちは、グリードです。さあ、バックトゥー X ディファイアントというわけで戻ってまいりました。何やら大きめのアップデートの方が入ったらしいので、チェックしていきたいなと思います。今回のアップデートで大きなものは2つありますね。ジャンプ打ちの弱体化、そしてスナイパーライフルのひるみ追加ですね。まあ、スナイパーに関してはね、散々言われてたので、まあ、やっと来たかっていう感じなんですけど、じゃあまずね、そのジャンプ打ちの弱体化っていうのを見ていきたいんですけど、こういう風に打ち合うじゃないですか。で、ジャンプこう連打するんですよ。で4回目からこれ視点がね勝手に動くというもう一回いきますよ。 ADS します。はい、打ち合います。わーってジャンプ打ちして4回目から視点がこれ今視点動かしてないです。勝手に動きます無限のマークに勝手に動きます。こういうアップデートが入りましたまあ、まずちょっと言いたいことはいっぱいあるんだけど、まずなんでジャンプ打ちを弱体化したか。あ、でもその前に、なぜジャンプ打ちがこのゲーム強いのかっていう話から入らないといけないわ。このゲーム、まあ、その、ヒットボックスがおかしいんですよ。もう言ってしまうと。この動画ね、見てもらえればわかると思うんですけど、このゲームね、まあ、縦とか横とか、キャラクターが動くじゃないですか。キャラクターは動いてるのに、ヒットボックスは動く前の場所に、ほんと、まあ、0. 何秒か、1秒か、残るんですよ。だから、この動画みたいに、キャラクターは横にもう移動してるのに、ヒットボックスはその、何もない空間にヒットボックスだけ残ってて、そこを撃ち抜かれてやられちゃうみたいな。だから、隠れたのに死ぬみたいなね、シチュエーションがもうこのゲームものすごい多いんですよね。その性質を利用することによって、まあ、この、ジャンプ打ちですね。打ち合い中にこうジャンプ、縦にこうね、キャラクターをポイン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 移動させることによって、まあヒットボックスをずらせることができると。だから敵がいくらエイム良くてキャラクターに合わせてても、まあヒットボックスはなんか下に残ってたりとか、まあヒットボックスがだいぶこう、おかしな風に動くので、まあジャンプ値が強いというわけです。弾避けができる。その、ヒットボックスの悪さを利用したジャンプ打ちだったんですよね。その強さっていうのは。特にこのジャンプ打ち、まあ縦だけじゃなくて、この右飛んだり左飛んだり、右飛んで、左飛んで、右飛んで、みたいな風にこう交互にね、ジャンプされた時にはもうヒットボックスがもうとんでもないことになってますから。まあ、いくら敵にエイムを合わせてても、ここには当たらないって、弾が当たらないっていう現象が起きるわけなんですよ。じゃあそのジャンプ打ちが強いから運営さんは何をね、しようか、どういう風に対策をしようかって考え抜いた結果、まあこれだと。この4回目のジャンプから、視点が勝手に動き始めるっていう。全然エイムが合わせられません、これ、今。まあまあ、なんか言いたいことはいろいろあるけど、なんでその弱体化方法なんていうところがまあまずあるんですが、おそらくそのヒットボックスが修正できない。もしくは、まあまだまだ時間がかかるのかな。うん。ヒットボックスの修正ができなかったので、まあ、ぶっちゃけ言うと応急処置みたいな感じなような感じするんですよね。うん、応急処置として、この4回目のジャンプ以降、勝手に視点が動くっていう、この、この無限マークに。これはでも、いや、面白い。いや、そういうやり方もあるんだね。なんか、今までの FPS のアップデート内容には見たことがない、この弱体化の仕方で、いや、面白いですね。これは、いや、そう、あ、これそうきたかーってね。だから今後そのヒットボックスが治ったら、このジャンプ時が通常に戻るのかな、どうなんでしょうね、わからないけど。でも一番に修正した方がいいのはそのヒットボックスなので、でその辺頑張ってほしいところではありますよね。あとはスナイパーライフルがね、撃たれた時にこう、ひるみが追加されたと。ね、撃たれたらわーってこう、視点がずれるようになりましたと。今までだとね、こう、撃たれてもそのまま視点が動かず、まあ、先に撃たれたのにスナイパーで一撃で倒すことができてしまってたので、まあその辺どう変化したのかなっていうのはちょっと実際にプレイして確認しようかな。うん、どうなんだろうどうなんだよ。今のおかしくないか、当たり判定。まさにじゃない？敵がスライディングする前の当たり判定が残ってて、それ撃ち抜いたでしょ、僕。What?
ターゲットが落ちた。ああ。撃たれたら勝手に視点が少し動いてるか。ああ。若干視点が勝手に動く、撃たれたら。めちゃくちゃブレるかって言われたら全然そんなことない。あれ？どうなのこれ？なんか、いわゆるこう、ガンマチハードスコープしない限りは、フィルミーあんま大したことない気がしてきたな、これ。あ、今なんかすごいブレた気がする。すごい今下にブレた。頭に食らって下に、胴体に食らって上にフィルミーます。一応決まってるってことですね。これ定点するか。あ、今 EMP がない。ソリ。ウルトは効いてないな。よし。そろそろ、左来るんじゃない？え？はい。そこいる。え、絶対そこいる。いいの、いいの。スナイパー芋ってなんぼよ。芋る、芋るぞ。あー！これはわしのウルトにかかっているということかな。ウルト使われちゃったか。ええー、隠れたじゃないですか。隠れたじゃないですか。ええー、おい、どうなってんねん、当たり判定。え、全滅？味方が全滅？ 3 分も戦わずにか。今、量倒せたな。おい、おい、クモが。あんまり人間を舐めるなよ、クモごときが。ビビビビビビ。4回ジャンプする前に終わる。決着、決着つく。右にいるっぽいな。M4 強いね。デフォ M4 強いじゃん。ああ、やばい、今、4回目、4回目のジャンプ、やばかった、今。点が、点がもう勝手に動くけど、今のジャンプは、もうなんだろう。今回のアップデ内容来たから意識的にわざとジャンプ無理やりしてるような感じだからな。基本はそんなジャンプしないっていう。1、2回かな、ジャンプしたとしても。感度全然違いすぎてむずいな、俺。うわぁ！おぉ、危ない危ない。ちょっと大パンしそうになったけど。ちょこっと大パンしそうになっちゃったな、今な。ちょこっとだけだから。はいはいはい。はいはい、クワットフィード、クワットフィード、はい、じゃあヒートウェーブはな、ブラックオプス3で散々使ってましたから。ナチュラル下打ち出た。普段下打ちなんてしないのに、下打ち出た。下打ちじゃない、あの下打ち、下打ち。いや、普段マジしてないですから。え、なんか見える、見えるぞ。壁越しにネームプレートが。見えるぞ。ここだ。あ、じゃあ今ジャミングで使えないんだ。ここだ。届け。よし、一つ二つ。危ない。まだ終わらんよ。